泉チャンネル。皆さんこんにちは、泉チャンネルです。今回はいわゆる自民党のいわゆる裏金問題に関する処分に関してであります。いや今回もびっくりしましたね。本当に不記載の人数は85人と言われています。にもかかわらず処分の対象は39人だけと。じゃあ残りの46人は何なのかと。で、まあ、報道によりますと、500万円という金額で、まあ、分けたとも説明がありますけど、500万より下だったらどうして何の処分もないのだったらおかしな話で、自民党の処分といっても、まあ、言えば、今回も戒告っていう処分もあるわけですから、まあ、戒告って、まあ、要は注意、口頭での注意ですから、口頭での注意もしなくていいわけではなくて、当然、処分するのであれば、85人全員だと、当然そう思います。おそらく、85人全員にしてしまうと、いわゆる二階さんの問題とか、岸田総理の問題も含めたトータルの話になるので、それを避けるために、あえて半分弱にしたんだろうとは言われていますけど、まあ、それ自体がおかしな話だと思います。そういう意味では、今回の処分などというものは、本当に処分に値しないと私は考えています。加えてですね、そもそも論的に考えたときに、もう処分というものは当然何かを理由にして処分するんです。その理由というのは違法であったりとか、何らかの不祥事が、どういう責任があるかをちゃんと前提にして処分があるんでって、この最初の事実関係がわからないと、処分なんかできるわけがないんです。ある意味、事実を認定というか、事実を確定して、その事実に基づいて評価として責任の重さというものを、責任が重たい方、そこまで重くない方とかですね、ちゃんとそれを整理するわけですよ。それを整理した上で、それに応じた形の処分ということになりますから、事実があって、責任の重さがあって、そして処分なんであって、今回はこの二つをすっ飛ばしてるわけです。で、いきなり処分ですか？何の処分ですか？というふうに言わざるを得ません。私ももちろん弁護士の資格もあって、数多くの裁判当然ずっとやってきたわけですけど、それも、まあ、裁判と一緒ではありませんけど、手続きとしては似たところがあって、当然その何らかの判決なり処分なりを下すには、ちゃんと事実関係を整理をしてですね、一体、何があったのかと、誰が悪いのかというあたりが当然ないと、何があったか分かりません。誰が悪いか分かりません。でも処分ですなったら、そんなことありえない話であって、まず何をおいても、まあ、事実の確認、まあ、全容解明、真相究明と言ってもよいんですが、これをせずして、次にはいかないんですよ。で、今回は本当に、いわゆる政倫審という形の、まあ、俗に茶番ですけど、ああいう形をしただけで、政倫審なんて何でも言ってますけど、まあ言えば、嘘をついたって罰せられないわけですから、いわば嘘つき大会のもんなんですよ。みんなが言い逃れ、責任逃ればっかりやってるわけであって、言い逃れ、責任逃ればっかりずっと やり続けていて、で、いわゆる、偽証罪というか、嘘をついたら罰せられるような、証人喚問すらしていない。私は証人喚問したって、記憶にございませんと言われるだけですから、限界があると思っていますけど、まあ、本来であれば、不祥事があった場合は、民間でもそうであるように、第三者委員会、第三者調査委員会を設置するのは当然であって、こんなジャニーズにしても、ビッグモーターにしてもですね、宝塚歌劇団にしてもですね、それは日大にしてもですね、みんなやってるわけでありまして、もう民間であれば当然不祥事があって調査するには第三者が調査するんであってですね、自分たちでそんなもんやるわけがないんであって、当然その、ね、自民党の中でですね、ちょっとお茶濁したような調査をしたふりしただけで何も分かっていないと。今回の不記載についても、じゃあいつ頃からその不記載が組織的に行われたのかと。一旦辞めるって話がなぜも辞めずに続けたのか。どうしてそんなことをする必要があったのか。その時のお金はどこにどう流れたのかというあたりも含めて、ちゃんと解明をして、その中で一定の役割、重たい役割、中心的な役割をしたものが、やはり当然責任は重たいわけでありまして、そういった中心的な役割をしたものが誰なのかということを確認せずして、一体何があったかもわからない。誰がしたかもわからない。にもかかわらず、いきなり、まあ、処分なんであって。そういう意味では、今回、まあ、最も重たい処分と言われている、離党勧告を、まあ、塩谷議員と、まあ、世耕議員の二人が受ける形ですけど、じゃあ、どうしてその二人なのかについても、よくわからないわけですね。じゃあ、他の人よりも何の責任が重たいのかってあたりだって、ほぼ説明できるようなものはなくてですね、まあ、たまたまというか、逆に政局ですね、政治的な思惑の中で、その二人だったらいいだろうという形の中で、その二人が、まあ、ある意味、わかりやすく、まあ、その二人だけという形にされた経緯だ
だと理解しますから、まあ、こんなの処分とは言わないです。で、加えてですね、今回の処分の手続きについても、いわゆるその処分した日の朝にですね、まあ30数名、まあ39名のうちの31名ですか、が弁明書という形で、いや、そうじゃないんだと、こういうことも聞いてほしいという形の弁明書を提出してるわけです。弁明書をその日の朝に受け取って、数時間後に処分なんてのは、ちゃんと弁明の内容をちゃんと確認もしてないわけですから、いや、そんなの手続き違反です。たとえそれが結果的において悪いことであったとしても、ちゃんと反論の機会があって、その反論の機会を提供した上で、反論内容を潰すというか、そうじゃないということを、ちゃんと裏付けて確認をすることをした上で、あなたの弁明、あなたの反論は、私どもはそうは考えませんと、じゃ違いますという中でですね、一定の処分をする。場合によってはその中で、あ、なるほど、そういった経緯があったのか、そういう事情ではちょっと、処分の内容は変えましょうということだってあるんです。それが弁明なんであって、弁明書を受け取って数時間後に処分するなんてことはもう手続き違反です。だそういう意味においては今回の処分はあれもこれもどれもこれも無効と言っていいようなものであって、こんなものを処分と言うべきではないと私は思います。この点マスコミの報道も本当に良くなくて、もうちょっと前まで生林審生林審と言って、でいきなり処分の話になったら誰が処分されるか重たいや軽いやと言って、中にはびっくりしますね、こんな処分で重たいと言ってるコメンテーターが何人かいるわけですよ。でどういう感覚をしてるかと思うぐらいの方がテレビに出てるので、まあ、相も変わらずテレビというものは、もう結局、その時その時の目先の報道をしてるだけで、国民の気持ちに寄り添うような報道になってもいませんし、真相究明をしっかりと訴えてるわけでもないと思いますから、本当に政治もひどいけど、マスコミの報道も相も変わらずひどいし、もっとひどくなってきたら、昔よりひどくなってきたかなという印象すら持っています。まあ、ちょっとこのテーマについては、まあ、これを見ている方の多くもですね、いろんな憤りとか、納得いかないという気持ちをお持ちだと思います。私も一緒です。もう本当にね、こんなお金の政治の話をいつまでやってるのかと、ちゃんと事実を解明しなさいよと、私はそう思います。私は一貫して、第三者委員会を今からでもいいから設置して、ちゃんと、何があったのか、どういういきさつだったのか、誰が中心的な役割を果たしたのかというあたりを、ちゃんと確認をすることをせずして、前には進まないと。これ処分もそうですし、それをしなかったら対策もできるはずがなくて、いきなり次がなんか法改正とか政治資金規正法の改正の議論というのはおかしな話で、何があったかもわからないのに対策取れるわけがないんであって、事実解明なくして処分なし、事実解明なくして対策なしだと私は思いますので、何をおいても同じこと繰り返し恐縮ですけど、何をおいてもまずは真相究明、全容解明だと私は思っている立場です。以上です。泉チャンネル質問です。まあ、泉さんも X で、まあ、まさかこれで終わりってことはないですよね、うん、でまさに国民の気持ちを代弁したかなと思うんですが、これで終わりにさせないために、まあ、国民ができること、例えば SNS で声を上げるとかいろいろあると思いますが、泉さんの考える、まあ、僕ら国民できること、うん、いやでもやっぱ声を上げることですよ。やっぱり声を上げることは大事で、まあ、今はありがたいことに SNS もありますし、いろんな形で声を上げる、上げやすくなってますから、上げることで、まあ、そういう意味ではちょっとまあまあ、ちょっと どう表現するかですけど、私からすると少し前はもうこれで区切りというような報道かなと心配したんですけど、やっぱり多くの国民がおかしいじゃないかという中で、私ももちろんその一人として、これで終わるべきじゃないと言っている立場ですけど、まあ、かなり高まってきたので、まあ、テレビの報道の姿勢も少し変わってきていて、まあ、これでなかなか終われないような空気感になってきたと思うので、やっぱり声を上げること大事であって、それぞれが一人一人がですね、声を上げることだと思います。で、あとはよくコメンテーターなのは、最後は選挙だとおっしゃっておられて、それは間違いではありません。もちろん最終的には選挙によってするわけですけども、選挙まで待つ必要はなくて、選挙を待たずして、今すぐにでも声を上げることはできますから、とにかく声を上げることだと思います。はい、国民の声を代弁する存在としても、泉さんのそのマスコミの活躍というか、でも結構みんな注目してるのかなと。まあ、代弁という、まあ、言っていただいたけど、まあ、代弁というよりは、普通にみんなの一人ってイメージかな、うん、その自分がみんなを代表してると思いませんよ。みんなの一人として、自分は自分として発信してるのであって、同じように、これを見てる方も同じですという感じだから、みんながそれぞれの中で発信すればいいと思うんで、まあ自分自身なんかも逆にも、発信って今してますけど、まだまだ限界感じて、まあこの程度ではなかなか影響力まだないなと、正直、もどかしく思っていますね。もっとみんなが力を合わせると、もっと大きな力になると私は信じています。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録
よろしくお願いします。